通のクルージングの時には、まあ、ものすごいこのトルクとパワーと、まあ、四駆の安定性で、あの結構乗り心地とかもですね、このゴツゴツ感もなくて、あの普通に乗れるというような感じですね。で、中がですね、このデジーノのパッケージになっていて、まあ、こういったそのダイヤモンドステッチのですね、なんとかあのこういった内装とかもですね、まあ、非常にこう乗っててスペシャリティ感というのもすごく感じるところですね。でディストロニックプラスをちょっとオフにしてみましょうかね。でアクセル本当にちょっと踏むと一気に加速してくれるのですごいですね。いやーもうこれで馬力がもう500馬力以上あると思うんですけど、四駆で一般的にはもうトルクはあってこうオフロードとかに強いっていう感じで、こういうオンロードでの加速とか、まあそういったところはあまり期待しないというのが多分従来の G クラスとかのですねイメージじゃないかなと思うんですけど、もう乗った感じはこの加速感とかっていうのは、これだけの大きな車を乗っているっていうのを忘れさせるようなですね、そういう加速感っていうのを味わうことができますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はメルセデスベンツ AMG G63 のご紹介をしていきたいと思います。この G63 のですね、ご紹介ということで、去年ですね、この黒のモデルの AMG の G63 ご紹介させていただいたと思うんですけれども、あの個体よりもですね、今回は白でちょっと走行距離が7万キロを超えているという車になっておりまして、この G63 特にですね、メルセデスベンツでもこのリセールがいいということで、昔からやっぱ G クラスっていうのはあのこの中古車市場でもですね、金額がある程度あの高値で推移しているということがある車だったと思うんですけど、まあ、その中でもですね、まあ、走行距離がある程度伸びているという理由もあって、金額的にはですね、現実的な、あの以前は昔はそうですね、今車体金額がやっぱ1800万ぐらいの、あの新車価格だったと思うんですけど、おそらくオプションであったりとかその他の諸費用も含めていくと2000万弱ぐらいで車を買われているというオーナーさんがたくさんいらっしゃると思うんですけど、半値ぐらいでですね、半値以下ですね、で車をこの購入することができるというふうになっているというので、かなり中古車としてのこう醍醐味というのが感じられる一台ではないかなというふうに思います。この G63 はですね、AMG の G55 のですね、後継者として出てきたというお車になっておりまして、より先進的なモデルということになってて、特にこの後からご紹介しますけど、内装なんかもですね、デジのパッケージがついている感じで、ダイヤモンドステッチのこのコンビのシートとかですね、まあ、そういったものもちょっとラグジュアリー的な要素もあって、非常にそのハイクラスな一台ということが言えるかなというふうに思います。今特にもうエコの車っていうのがもう非常に一般的になっていて、こういったですね、大排気量の V8 の 5000cc とかですね、まあ、そういった車っていうのはなかなか、こう認知されていないというか、今全体的にはあのニュースなんかでも見られた方もいらっしゃると思うんですけど、ドイツなんかでもですね、この30年以内には全て電気自動車に変わるということは、もうポルシェとかフェラーリとかああいった車も EV になるのかということになると、今のですね、この内燃機関の車っていうのがこうある意味ではこう非常にこうコレクターズアイテムになっていくというようなですね、時代っていうのがあのおそらくこの先には出てくるのかなということがあると思うんですけど、今のそういう時代の流れの中にあって、この大排気量のですね、もうアクセルを踏んだらこう後ろから蹴っ飛ばされたように加速していくとかですね、まあ、そういったものを感じられる、希少な車ということが言えるんじゃないかなというふうに思います。でこれ中古車で7万キロ以上のですね、走行距離になっているということなので、よりですね、細かく新車時から比較するとどういった
今状態になっているかというのをですね、この GoPro なんかを使いながらですね、今現状の状態というのをお伝えしていきたいかなというふうに思います。色がですね、このパールホワイトになっておりまして、これもですね、以前の AMG の55とかっていうのはこのマットの白っていうのが一般的になっていると思うんですけど、そのあたりがですね、少しテイストが変わっているということがあります。前のグリルがですね、 AMG の専用のグリルになってまして、バンパーもですね、形状が違いますね。でこちらの車は、レーダーセーフティのパッケージングがされていて、安全装備もですね、きちんとついております。走行の時にもですね、ディストロニックプラスと言われる、この前の車とのですね、このレーダーでこの距離を一定にしていくというようなあのものもありますし、あと、横のですね、障害物に対してもきちんとこう察知できるようにですね、安全装置というのがついているというモデルになります。今ですね、このちょっと細かいところを見ていきたいと思うんですけど、こちらにですね、ちょっと塗装のタレみたいなものがあります。これがですね、おそらくタッチペイントをやってみたけどちょっとうまくいかなかったという感じになっていると思うんですけど、これはですね、手直しが必要になってくるかなというふうに思います。で、横見ていきたいと思うんですけど、タイヤはですね、交換されて間もないというふうに聞いておりまして、多分どうですかね、八分山以上あるかなという感じです。前に関してはですね、少しそうですね、この辺りに少し腐食があるところがあるんですけど、ほとんどですね、ガリ傷と言われるものはないかなという状態になっております。で、横の方を見ていきたいと思うんですけど、これはそうですね、本当に大きな傷っていうのは目視できるところではないですね。あとこの車はですね、サイドステップがついてるんですけど、このステップのですね、下のところにゴムがあるんですけど、乗り降りでですね、ついたあの傷っていうのが見受けられます。ただこれは乗っててここも蹴らずに乗るっていうのはなかなか現実的ではないのかなというふうに思ってまして、まあ、そういう意味では許容範囲ではないかなというふうに思いますね。後ろですね、がれ傷がこのように一箇所ございます。あとはタイヤの目はですね、後ろも八分山弱ぐらいですかねっていうのが あるような状態ですね。こちらも後ろの方も見ていきたいと思うんですけど、後ろの方もですね、こういったタイヤのカバーなんかも非常に綺麗な状態で保っておりまして、当てたような跡っていうのもないですね。おそらくその目視できるボディの傷っていうのはないかなというふうに思います。あとこの塗面のですね、表面のクリアもしっかり生きているような感じで、綺麗な状態で保たれているかなと思います。はい、助手席側の方ですね、見ていきたいと思います。こちらもですね、タイヤの方からまず見ていきたいと思うんですけど、ガリ傷がですね、ここに一箇所ありますね。あとは特にないかなと。あんまり大きなですね、目視できる大きな傷っていうのはないっていうのが一つの特徴かなと思いますね。こっちのサイドはやっぱり運転席に比べると使用頻度というのは少し低い分、この下のですね、ゴムの蹴ったような跡っていうのは少ないかなと、まあ、ゼロではないかなっていうところなんですけど、あとモールがですね、少し色が褪せてる車っていうのも少なくないんですけど、この車に関してはですね、綺麗な状態、黒い状態になっているということですね。これもですね、割と G クラス同年代の車でここ同色塗ってほしいというですね、リクエストっていうのは割とあります。これもですね、弊社の方でもやることができますので、もしご希望の方がいらっしゃいましたら、そういった対応もさせていただけます。あとですね、後ろの方も見ていきたいと思うんですけど、後ろもですね、こっちはガリ傷は全くない状態ですね。タイヤの目も八分山、弱くらいかな。まあ、左右同じぐらいの感じになっているかなと思います。あとリアはですね、後ろの1,2,3,4,5面、後ろも含めて5面のですね、黒いこう
フィルムが貼ってあるという状態になっております。はい、内装ですね、見ていきたいと思います。中がですね、赤のですねダイヤモンドステッチがついているデジーノパッケージになってまして、このシートがですねこの赤でも真っ赤っかではない赤という感じで、少しワインレッドのような落ち着いた赤になっています。で、黒のですねこのステッチと非常にマッチングしていて、真っ赤っかだとちょっと全体のですねコンビでないと落ち着きがないような感じもするところがあるんですけど、このラグジュアリーでありながらちょっとこのスポーティーな感じのイメージになってますね。で、横にこの AMG のですね、このライティングが出てるような感じで、ちょっとこうラグジュアリー要素が満載ですね。少し乗ってみたいと思いますね。はい、そうですね、こういったですねハンドル周りのハゲとかっていうのもない状態で、車としてはですね、個体としては内装のですね、目立った傷とかもなくて、ご満足いただけるかなと思います。あとはこの G クラスでですね、まあ、この年代だとそうないと思うんですけど、上のですね、こういったライナーが少し垂れてるという車が結構あるんですけれども、こちらの車はですね、そういったものもなくて、バックスキンのですねようなこれアルカンタラですかねの内装のステッチ、内装の素材を使ってるんですけど、こういった A ピラーなんかも非常に綺麗な状態で保たれています。中がですね LED とかではなくて、普通のそのまま純正のものになってるんですけど、これ LED にしても色が白なのですごく映えるかなというふうに思いますね。はい、エンジンかけてみたいと思いますね。うわー、すごいですね。いやこののぶとい V8 のサウンドがですね本当に迫力あります。でこのエンジンサウンドがですね、当時の AMG の SLS のロードスターとかがですね弊社でも取り扱いがあるんですけど、これとですね車のその多分エンジンも共通しているものがあると思うんですけど、非常に近いものがありますね。で今走行キロがもう7万キロというか7万8千キロに行こうかなという感じに今なっております。であとですねこのシフトがですね普通のノーマルのやつ、G クラスはですね、このコラムシフトみたいな感じになってるんですけど、AMG はですねこの C クラスも G クラスも SLS も全部共通で、この AMG の専用のこのシフトっていうのが採用されています。このあたりもですね、この AMG のこう特別な仕様という感じになってますね。でこのあたりの真ん中のインパネに関しては、同じような、仕様を共用しているという感じになってますね。あとはこちら GPS レーダーがこちらの方についております。とこちらの方はですね、レーダーセーフティーのパッケージになってまして、このあたりのですね操作系のところっていうのが、まあ、レーダーセーフティーになっていくんですけれども、このあたりのですね安全装備がついてるかついてないかっていうのは結構ベンツのレーダーセーフティー一遍乗られたことがある方はこれなしでは高速乗れないなっていうぐらいすごく便利な機能ということが言えると思います。で横がですねこのような、四角いですねLED のライトがついていると思うんですけれども、これがですね、横のこう障害の車がこう四角に入るとですねこの赤にピピピピというふうに点滅してくれることで、衝突を回避してくれるというふうな感じになってます。でこの車がですね、おそらく購入をされようと思った場合に7万8千キロの車ということで、まあ、走行距離がどうかなというのが引っかかってくるところじゃないかなというふうに思うんですけど、これがですね、買ってすぐにリセールでもう1年乗るかなみたいな感じだと
ちょっと買ってからのですねリセールバリューっていうものに気をつけないといけないかなと思うんですけど、少なくとも3年から5年は乗るかなと、結構毎日のように乗るような乗り方をしているかなと、年間に1万キロ2万キロ乗るかなという方にとっては、例えば3年間乗るとですね、2万キロ乗ると6万キロ増えるわけですよね。すると7万8千キロだと足すと13万キロとか走行距離になってくるわけなんですけど、例えば5万キロぐらいの車を購入された場合に6万キロ乗られると当然11万キロということになります。リセールバリューがですね、11万キロと13万キロのリセールバリューとほとんど変わらないんですよね。でも購入するときって割とその当初の金額って50万も60万も違うケースも結構ありますので、長く乗られるかなっていう方にとっては、こういった走行距離を多少安く購入するっていうのはメリットとして挙げられるかなというふうに思いますね。まあ、参考までにぜひ知っておいていただけたらなと思います。はい、ではですねリアのシートに乗っていきたいと思います。後ろもですねこのように AMG のこのライトアップがされてますね。で後ろですね乗るとシートのですね、真ん中のちょっとこうクッションが結構柔らかくて乗りやすいですね。で高さはこの当然こういったタイプのもので、まっすぐですねこう前と同じ高さで乗ることができるのでヘッドクリアランスは十分あります。ただ足元はですね狭いとは言えないんですけれども、まあ、普通に乗れるんですけど、後ろ足を組んで乗るほど広くはないというような表現をするのが適当かなというふうに思いますね。ただリアにですね、こういったシートヒーターもですねきちんとついてますので、乗られる方がですね、皆さん快適に乗っていただくことができるというのが大きな利点ではないかなと思いますね。エンジンルームをですね見ていきたいと思います。まあこれ毎回ねお伝えするんですけど、これ今エンジンカバーがしてあって、この下にですね当然そのエンジンの、まあ、いろんなこう機関系のものが中に存在するという感じになると思うんですけど、もう伺い知れないんですよねエンジンを開けたことで。以前はこのエンジンを開けたところで例えば中にオイル漏れがあるなとか、中の手入れがしてないなとかいうのがですね、結構出たと思うんですけど、まあ、そのあたりがですねこういったレビューでこのエンジンの状態がこうだみたいなのっていうのがなかなか表現しにくいということになっていると思うんですけど、少なくともですね言えるのがまずそのこの大排気量のですね、もう500数十馬力を発揮するエンジンっていうのが間違いなくここに乗っているというところで、この心臓部っていうのはですね昔やっぱり AMG のエンジンっていうのはもう憧れだったと思うんですよね。でかつ普通の人が乗れないというこうなんていうかね特権階級的なねなんかそういうイメージっていうのがやっぱり色濃くあるかなっていうふうに思うんですけど、その期待を裏切らないですね、そのパワーとパフォーマンスっていうのを発揮してくれるということがありますので、それをですね体感できるっていうのはこのオーナーにこう許された特権というかいうところもあると思うので、そういった体験も含めてですね、ぜひお問い合わせ等もいただければ嬉しいかなというふうに思いますね。はい、それではですね走らせていきたいと思います。まあこの頑丈なですねこの昔ゲレンデバーゲンと言われてたこの G クラスのもう AMG モデルなんですけど、この重い図体をもういとも簡単にこうパワーでねじ伏せるような感じのですねこう後ろからバーンと押されたようなですね加速をしてくれますね。こういったその高速の合流のところとかでも本当すごいですね。でこの車はですね一応こういうモデルなんですけど、このレーダーセーフティーも一応ついていて、まあ、これ前の車とですねこうするときにディストロニックプラスっていうのをですね、つけることができています。要は今、アクセルオフの状態で、
普通にこう80キロとかですね、まあ、速度をこう固定した形でこうやってるんですけど、普通のクルージングの時には、まあ、ものすごいこのトルクとパワーと、まあ、四駆の安定性で結構乗り心地とかもですね、このゴツゴツ感もなくて普通に乗れるというような感じですね。で、中がですねこのデジーノのパッケージになっていて、まあ、こういったそのダイヤモンドステッチのですね、なんとかこういった内装とかもですね、まあ、非常にこう乗っててスペシャリティ感というのもすごく感じるところですね。でディストロニックプラスをちょっとオフにしてみましょうかね。でアクセル本当にちょっと踏むと一気に加速してくれるのですごいですね。いやーもうこれで馬力がもう500馬力以上あると思うんですけど、四駆で一般的にはもうトルクはあってこうオフロードとかに強いっていう感じで、こういうオンロードでの加速とか、まあ、そういったところはあまり期待しないというのが多分従来の G クラスとかのですねイメージじゃないかなと思うんですけど、もう乗った感じはこの加速感とかっていうのはこれだけの大きな車を乗ってるっていうのを忘れさせるようなですね、そういう加速感っていうのを味わうことができますね。あとはちょっとしたこういった高速コーナーとかもですね、大きくロールする感じもなくて、このぐらいの速度域だったら今ぐらいのコーナーでも普通にオンザレールの感覚で乗ることができますね。まあ、この車の新車の価格っていうのをさっき見たんですけど1800万ぐらいするんですよね。でおそらくいろいろオプションだとか乗り出しの金額っていうのは2000万近い1900数十万とかのですね多分支払い総額の車だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、かなりのスペシャリティ感っていうのがやっぱりありますよね。で今の最新モデルのこの G クラスっていうのがちょっとこういったそのレトロ感というか、この G クラスっていうのはもう1970年代にデビューしてからもう大きなこの全体的なコンセプトの変化っていうのがなくて、でこういう SUV というかですねこの四駆の中では皆さんご存知の通り安定した人気と販売台数っていうのをやってて、なかなかその本来だったらこれなくなるっていう話をよくしてたんですよね。だからこの G クラスに変わるモデルっていうのがいわゆるその M クラスというですねモデルっていうのがまあこうオンロードの四駆として出てきたというところがあったんですけど、今の段階になってもこの G クラスっていうのはラインナップとしてもう消える気配がないというところがあると思うんですけど、まあ、そのこう多くの人をこう虜にする魅力っていうのはですね変わらぬ魅力っていうか、まあ、そういったものが感じられるところがあると思いますね。ただ新しい G クラスはもうこの辺りの作り方っていうのがもうそのデジタル化されててですね、なんか四駆なんだけどよりなんかラグジュアリーな方向性に走っていったような感じがしますね。まだこのぐらいのモデルだとオフロードとしての G クラスというのがですねこのインテリアとかパッケージングの中にもこう感じられるところがまだ残されているというところがあるので、まあ、そのあたりはですね、中古としてこういう一つ前のモデルをですね購入するっていう一つのこう理由付けにもなるかなというふうな気がしますね。もちろんその価格帯にしてももともと2000万近くだった車が
まあ、半額ぐらいのですね金額で、購入することができるということもありますから、まあ、そのあたりもですね、まあ、検討される時の、まあ、一つのこう予算感とかですね、まあ、そういったものをこう立てられる上で参考にしていただければいいかなと思うところですかね。いかがだったでしょうか。この AMG のですね、G63 のご紹介をさせていただきました。この車のですねこう魅力っていうのがですね、まあ、今回走りとかあとはまあこういった内外装の紹介とかいうところで、知っていただけたところもあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、この車をですね当時の私もこう新車インプレッションみたいなものを見たことがあるんですけどやはりこう憧れの一台というか、2000万もするようなこう SUV の車ということになるわけなんですけど当時はやっぱりこれを新車で買うっていうのは相当なこう経済力とあのもう実用性が高いとはこの燃費も含めて言うと言えない部分もあると思うんですよね。まあ、そういった中でこういった車をこう買われるスーパーカーを買えるような金額だったと思うんですけど、まあ、そういったですね、車を選択されるっていうのがやっぱり一つのステータスとか憧れだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういったものがですね、まあ、10年も経ってないと思うんですけど、そういった価格からすると、まあ、半額以下で購入することができるっていうのはひょっとしたら手が届かないかなと思っていたようなですね車がこの金額だったらひょっとしたらいけるかもしれないというふうなですね現実的なところになってきてるんじゃないかなというふうに思います。今現在のですねネットでのこの競合他社のお車とかもですねちょっと見せていただいたんですけれども同じぐらいの価格帯の車っていうのはですね、まあ、色とか仕様っていうのを調べていくとそんなに多くはやはりないかなというふうに思っております。そういう意味では、この中古車っていうのは、まあ、一点物とよく言いますけれども、まあ、こういったですね動画とかの出会いからですね、まあ、日常の相棒としてその車との縁がつながるということも本当に最近珍しくないかなというふうなことになっております。ぜひですねこういった情報というのを特にその他の車をですね、まあ、YouTube なんかですごく面白いのは他の車を見てたつもりなんですけど関連動画とかからですねこういう車を見つけて、まあ、少しいろいろと見てみるとちょっと見てみたいかなとでちょっと見ていただいて試乗なんかもさせていただいたり、まあ、こういった動画の中でですねインプレッションを見ていただく中で魅力を再発見していただいてですね問い合わせとか購入につながるというケースも最近本当に多くなっております。ぜひですねこのきっかけで、面白いご縁つなぎができれば嬉しいかなというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。